浪人。浪人は古代においては戸籍に登録された地を離れて他国を流浪している者の,のことを意味し、不浪とも呼ばれた。身分は囚われずすべての民衆がなりうる。江戸時代中期頃より浪人を浪人と呼ぶようになった。従って浪人と浪人は正確には別にである。対して浪人は主家を去ってあるいは失い放禄を失った者を言う。 室町時代から江戸時代にかけての主従関係における武士や侍のみに当てられる、いわば競技の身分語であった。江戸時代になり、戦火が収まると、海域などにより各地を流浪する浪人が急増した。そのため、不浪する浪人を浪人と呼ぶようになった。武士が在地領主であった鎌倉時代、室町時代においては、所領と職を失い不浪する者たちを指した。 この時代は、老人になっても、各地で、慢性的に、小規模な戦乱が頻発し、大名は、戦闘要員を必要としており、新たな主化を得る機会は少なくなかった。また、治安状況が悪かったために、老人が徒党を組んで拡挙し、野党をしたり一気を起こす、者たちもいた。この頃の老人は、不老の意味に近く、老人の者もいたが、老人という身分語が、定着するのは、 室町時代後期である。戦国時代になると、主従関係と身分関係が前時代より明確になり、たとえ主家が滅びて、老人となっても再主観する機会は多くあった。ただ、後の江戸時代よりも主従関係が緩やかであり、待遇に不満があれば、主君を見限り自ら致死して、老人となり、実力次第でより良い待遇を求めて、別の大名家に主観する者たちもいた。 武士たちは己の武功を証言してくれる証人の確保や祭司官の口利きなどの目的から、ところ属する主家を超えた緩やかな横のつながりを重視した大名にとって有力な浪人を一人召し抱えることは彼個人の器量に期待できるのみならず、有事の際に彼の背後に控える数多の武士を即戦力として動員できることを意味していた。この時代は。 浪人となっていくつもの大名家を渡り歩く武士が多く、中には大名にまで出世する者もいた。東道高虎は、その生涯二重の主家に仕えている。豊臣秀吉が天下を統一して、戦乱の時代が収束すると、浪人を取り巻く状況が変化した。各大名家は、多くの家臣を召し抱える必要がなくなってきた。関ヶ原の戦いで東軍の徳川家康が、 勝利すると、西軍についた大名の多くが取り潰されるか、大幅な領地の減放を受け、これによって、大量の浪人が生じた。さらに、徳川幕府は、旧豊臣系大名の戸山大名を中心に、大名廃絶政策をとり、多くの大名が世継ぎ断絶、爆放違反などの理由によって取り潰され、これによっても、大量の浪人が生じたとされてきたが、 それを否定する新説もある。江戸時代に入ると大名家では、家臣の数が過剰になり、新規の召し抱えをあまり行わなくなった。また、儒教の影響で、主従関係が固定化され、家臣が主君を見限って出奔した場合は、他の大名に方向構えを回して、再使館の道を閉ざすことも行われた。黒だけを出奔した後藤元次は、方向構えを出されて、 再使官の道をたたれ、結局大阪冬の陣で豊臣方に参加している。再使官できない浪人が激増し、大阪の役が起きた時には、豊臣方に十万の浪人がより集まっている。大阪の冬の陣、夏の陣で、多数の浪人が殺されたが、その後も、幕府の大名廃絶政策によって浪人は増え続け、三大将軍、徳川家光の晩年にはその数は五十万人にも。 出したとされる。平和な時代となり、再資管の道は限られるようになった。日田開発や、城下町建設などのために、各地で労働力が不足していたことを背景に、武士身分を捨てて、町人や百姓になる者、または山田長政らのように主因船で、東南アジアへ出て、東南アジア諸国やヨーロッパ諸国の傭兵になる者も、 いたが、大部分は、老人のまま困窮の中で暮らしていた。当初、幕府は、大阪の陣や島原の乱に、大量の老人が加わっていたことを理由に、老人を危険視して、市中から追放や居住制限、祭祀間の禁止など厳しい政策をとった。また、幕府は、東南アジア地域における紛争を回避し、 各府の部位を守る観点から、東南アジア地域の傭兵となった浪人を、国際紛争の火種として警戒した。その結果、徳川秀忠及び徳川家光は、いわゆる鎖国政策の確立を通じて、主因宣貿易を廃止し、浪人の東南アジアへの渡航及び東南アジアに、永住する浪人の帰国を禁じた。そのような結果として、浪人たちはますます追い詰められ、 衣小説らの幕府転覆計画、慶案の変を引き起こすに至る。この頃より流浪する浪人や、未士間の浪人を浪人と呼ぶようになる。これらによって幕府は、従来の政策を見直し、四次断絶の原因となっていた末期用紙の金を緩め、大名の海役を減らし、浪人の居住制限を緩和し、妻子官も圧戦するようになった。しかし、 これ以後も様々な理由で主家を召し放ちとなり、老人となる者は後を絶たなかった。江戸時代の老人は、史跡、武士としての身分は失っていたが、名字立て脇は許されており、武士としては認知されていた。その日常生活は、町人と同じ口長奉行の支配下に置かれていた。老人の多くは貧困で借家住まい、その日暮らしの生活を余儀なくされており、 細かい手作業で身を立てたり、自暴自棄になって強盗などの犯罪に走った者もいた。しかし中には、武士の身分を捨てて、商人として出世した者もいた。新井白石は、浪人時代に向入りによってその機会がありながらも、孤辞したという逸話がある。近松門左衛門のように文芸の世界で成功した者や、町道場を開き文芸の指南で身を立てる者、寺小屋の師匠となり、 庶民の教育に貢献する者たちもいた。有名な老人に宮本武蔵がおり、文芸作品では士官の道が叶なわなかった不遇の武言者のように語られており、それは間違いとは言えないが、実態としては多数の弟子を抱えた同情主であり、後世に書画を残すほどの生活の余裕があった。得意な例としては、劣気とした幕府の役目を負う立場でありながら、老人の身分であった。 山田朝上門がいる。幕末になると浪人たちは政治運動に積極的に参加した。また、土佐藩の坂本龍馬など制約の多い藩から自ら脱藩して浪人になり自由な立場で活躍する者たちも多く出た。一方で、町人や百姓などひぶし身分の出身でありながら、勝手に苗字立て脇をして浪人を名乗る者も現れた。 浪人の集団と言われる新選組は、その構成員の多くが、町人、百姓などの出身者である。明治維新後、市民平等の政策が取られ、浪人という身分も消滅した。明治中頃から後期、大正初期まで一部の氏族は、満州と朝鮮半島、李氏朝鮮末期から日本統治時代に移り住んだ。これらの氏族のことも、浪人という。また、 江戸時代の浪人には、シカ官の浪人が含まれていたことから、現在では入学、就職、資格取得など、各種試験に不合格になったため再挑戦に備えている者や、仕事から一時的に離れている者の,のことを浪人と呼ぶようになった。可燃度性、就職浪人、司法浪人を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。